皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。今回アナウンサーを務めます松阪高校放送部2年、橋本聡です。さて、最近また一段と寒くなりましたね。乾燥しやすい季節です。感染症予防をより徹底していきましょうね。それでは今回のラインナップです。長年地域のために活動してきた人を称える全校舎表彰式が行われました。第三小学校の児童がビデオ通話を通して台湾の小学生と交流しました。今回の暮らしの安全情報は感染症予防と救急車適正利用をお送りします。松浦武四郎記念館で開催中の展示、武四郎の集めたものをご案内します。